ご視聴ありがとうございます。今回は、アーケードゲームと、家庭用ゲームで、数々の名作を生み出した、SNK の歴史と、エース王の誕生をご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。SNK は、1980年代に、名作シューティングゲームの、エース王や、怒りシリーズなどのアーケードゲームで、名を馳せ。1990年代になると、格ゲーブームの波に乗り、ガロー伝説や、サムライスピリッツ、ザ・キング・オブ・ファイターシリーズなどを、ヒットさせ。さらに、3D がもてはやされるようになった1996年に、2D ドット絵の最高峰と言われる、アクションゲームの、メタルスラッグシリーズでゲームユーザーを、驚かせ。ハードでは、ロムカートリッジの交換だけで済み、基盤はそのまま流用できるという、MVS や、自宅で、アーケードゲームがそのまま楽しめる、ネオジオを発売するなど、他のメーカーに派ない独自性で、ゲームファンを喜ばしてくれた。そんな、SNK の歩み、そしてエース王の誕生を、ご案内させていただきます。SNK の創世記、新日本企画の誕生。SNK ブランドの誕生は、川崎栄吉さんが1978年に、設立した、新日本企画から始まるんだ。この会社は、1986年に、会社名を正式に、SNK に変更することになりますが、この動画では、わかりやすくするために、SNK で統一して呼ばせていただきます。もともと大阪で、喫茶店と、土木建設会社を経営していた川崎さんは、1973年に、神戸在住の知人が経営していた、アーケードゲーム筐体の、製造や、販売を行う会社への、資金提供を相談され、その会社を買い取る形で、新日本企画を創業したんだ。この頃は、スペースインベーダーブームが、起こる前の話だね。創業直後に、アーケード業界に参入し、1978年には、マイコンブロックや、戦艦ヤマトなどの、ブロック崩し系ゲームを開発していたんだ。その後、タイトーと、スペースインベーダーのライセンス生産の契約を、締結し、スペースインベーダーをリリースしているよ。当時タイトーでは、インベーダーブームのため、同作の生産が追いつかず、同社から許諾を得たメーカーが、生産するケースもありました。現在も、OEM を、SNK が担当していたんだね。そして、1979年に、スペースインベーダーのアーケードゲーム基盤を、流用したゲームである、オズマウォーズをリリースしているよ。この作品は、インベーダーゲームの愛用商品が、大量に出回った時代としては、従来と違うゲーム要素を、盛り込んだ、比較的完成度の高いゲームだったんだ。この頃かな、SNK 独自のゲーム性が、生まれ始めたんだね。和風の世界観を表現した、サスケ VS コマンダーの稼働開始。スペースインベーダーのブームが、去った後は、SNK は、しばらく経営状況が、芳しくない状態が続いたんだ。そんな中、このメーカーは、1980年に、サスケ VS コマンダーを、発表しているよ。この作品は、ジャンルとしてはインベーダー系統の、シューティングゲームにあたるもので、ただ単なる、インベーダーゲームの模倣に、終わらせず、この頃としては珍しい、和風の世界観を表現したデザインなど、時代を先取りした、新機軸の要素を、取り入れるなど、SNK らしい作品でもあるんだ。この作品の新しい要素としては、この時代に、ゲーム業界初の、ボス戦や、打ち返し弾などのアイディアが、組み入れられるなど、SNK らしいオリジナリティのある面白い作品でしたよ。このゲームタイトルは、発売を、SNK が担当し、開発は、ゲーム業界最大最強の、影武者と言われているデベロッパーの、同世が携わっていました。SNK、横スクロールのシューティングゲーム、ヴァンガードのリリース。そして、翌年の1981年6月には、横スクロールのシューティングゲームである、ヴァンガードを発表し、この作品は、待望の、世界初のスクロールシューティングゲームである、ディフェンダーの影響を、強く受けてそうだね。そして、1984年3月には、続編の、ヴァンガード2がリリースされることになるよ。1980年代、ナムコの飛躍した時代。1980年代初めの、アーケードゲームといえば、ナムコが大きく飛躍した時代でもあり、このメーカーが、パックマンを筆頭に、キャラが、ディグダグなど、次々とヒット作品を生み出していた頃なんだ。そして、1983年に、あの傑作ゲームの登場により、シューティングゲームブームが到来することになるんだ。その名は、ゼビウス。おぉ、ゼビウスの登場。そして、翌年の1984年には、定款から、連射ブームの火付け役となる、スターフォースが発売されるんだ。この年は、ゲームセンターに、スバルタン X や、ドルアーガの声も、登場しているね。そんな、シューティングブームの真っ只中、翌年の1985年には、SNK から歴史に残る、名作シューティングゲームが、登場することになるんだ。そして、この1985年という年には、数々の名作ゲームが登場しているよ。ここで、この年にヒットしていた、アーケードゲームを紹介させていただきます。まず最初は、コナミも、シューティングゲームも、グナディウスと、ツインビーが登場。セガからは、対艦ゲームシリーズの、ハングオンや、
スペースハリアーがリリースされ、日本物産からは、パワーアップ要素と、フォーメーションというアイデアを、取り入れた、テラクレスタ。カプコンからは、一風変わった西洋ファンタジー風の、独特な世界設定や、キャラクターの魅力でプレイヤーを、引きつけ、カプコンを代表する、新たなアクションゲームシリーズの基礎となった、魔界村。そして、この1985年代は、これまで、ナムコが一人勝ちしていた、アーケードゲーム業界で、次々とライバルメーカーが、力をつけ始めた頃でもあるんだ。この頃かな、1980年代初めの、ナムコ一強の時代かな、多くのメーカーがひしめき合う、群雄割拠の時代に、突入することになるんだね。1985年の、SNK。そんな、ゲームセンターが、大きく盛り上がっている中、しかしこの頃の、SNK は非常に厳しい状態だったんだ。SNK は、この頃あまり業績が良くなかったの？そうなんだ。アーケードゲーム市場が、急激に広がってゆく中。SNK は、サターン・オブ・サターンや、オズマ・ウォーズ、そして、ヴァンガードなどの、画期的な作品を、発表はしていたんだけど、大ヒットゲームとまではいかず、市場では、大きな評価を得ることはできなかったんだ。そのため、売り上げを伸ばすことができず、経営難になってしまい、アメリカの子会社を手放したり、社内の人材も、大きく削減せざるを得ない状況に、陥ってしまったんだ。そして、なんと、残されたゲーム開発スタッフは、12人しかいない状況に。あらー、もしかして、SNK は、倒産寸前の危機なのでは？そう、追い詰められた、SNK は、次の新作ゲームで、SNK の命運を託すことにするんだ。そこで、SNK の川崎社長は、残された、12人の開発スタッフの前で。諸君、我が社 SNK は、君たちも分かっている通り、この数年はヒット作に恵まれず、厳しい状況下にある。しかも、資金も底を、尽きかけており、開発予算もわずかしかない。しかし、今ゲームセンターでは、ゼビウスの大ヒットや、スターフォースの登場で、ゲームセンターは、大きな盛り上がりを見せている。特に、シューティングゲームは、ブームの真っただ中にあり、ライバルメーカーも、新しい作品を、次々にヒットを飛ばし、アーケードゲーム市場は、急成長の時である。もし、我々もこのブームの波に、乗ることができれば、まだまだ飛躍する希望は残されている。確かに、予算も人材ももうわずかしか、残っていない。しかし、我が社には、ここに残ってくれた、12人もの精鋭のスタッフがいるのだ。この四面楚歌の時こそ、チャンスなのである。次の新作ゲームでは、歴史に名を刻むような、シューティングゲームを作るぞ。わかりました。やるぞー。ということで、SNK は、低予算で、わずか十数人に減ったスタッフたちが、総出で、川崎社長の陣頭指揮のもと、会社の命運をかけて、新作のシューティングゲームの、開発を始めるんだ。当時、SNK が、危機的な状況にもかかわらず、踏ん張って、SNK に残ってくれた。この小精鋭の、12人のスタッフのことを、川崎社長は、24の人に、と呼んでいたんだ。この作品の開発は、SNK の四面楚歌の中、ギリギリの開発環境での、制作となり、敵キャラの一部は、担当デザイナーの河野さんが、締め切り直前に、徹夜でひねり出すなど、当時のスタッフの思いの詰まった作品が、制作されたんだ。そして、そんな困難な状況下の中で、1985年に、アーケードゲームの歴史に刻まれる傑作が、登場するんだ。この作品のストーリーは、指導操縦士、宇宙の危機を救えー。敵は、自己修復と、自己補給能力を持つ、生化学部品が生み出した、謎の兵器群、メカノクレイト。彼らと、200年もの長きにわたる戦いを、繰り広げていた、未来世界の人類は、戦争終結と、人類を滅亡の危機から救うための、最終手段として、過去の人類に救援を、求めたのである。なぜなら、科学では勝る、未来の地球でも、自動戦闘機である、指導を乗りこなすほどの、腕利きのパイロットが存在しなかったからである。これは、君の子孫から送られた、SOS である。君ならできる、指導は操り、敵を撃破し、宇宙の平和を守ってくれ。なお、自動戦闘機である、指導の操縦方法は、異なる次元間の接続を、実現した、通信システムを使い、プレイヤーのコンソールと、シドの、二点間通信による、遠隔操作で、戦闘を行ってほしい。という、非常に風変わりな設定となっているよ。このストーリーをまとめると、ユーザーは、時期である戦闘機の、シドを操り、謎の兵器群である、メカノクレイトに襲撃された、未来世界の解放を、目指すというものなんだ。そして作品のポスターのコピーは、こちら。シド、急速接近中。8タイプの、パワーアーマーを駆使し、敵の強力な、防御ラインを、突破せよう。と、こうして登場したのが、ASO なんだ。傑作、シューティングゲーム、ASO の登場だね。ちなみに、タイトルである、ASO とは、アーマードスクラムオブジェクトの、略称で、これは時期である、指導を指してるよ。独自の立ち位置を築き、多くのユーザーに支持された、ASO とは、SNK の渾身の一作となったこの作品は、データイーストの、B-Wingの流れを組む、
縦スクロールシューティングゲームでありながら、その RPG のような戦略性の奥深さからロングセラーの大ヒット商品となり、当時グラディウスやファンタジーゾーン、そしてツインビーなどの名作が次々と乱れ飛んだシューティングゲーム群雄割拠の時代の中で独自の立ち位置を築くことに成功するんだ。そんな多くのゲームユーザーから支持されることになるこの作品の人気の要素は3つあったんだ。3つ？そう、それはシューティングゲーム史上屈指の戦略性の高さと高い爽快感、そしてブレのないコンセプトなんだ。戦略性と爽快感とコンセプト？そう、この作品の魅力の一つである戦略性について紹介すると、この作品では8種類ものアーマーの使い分けによるゲーム攻略の自由度の高さから、やり込めばやり込むほど味が出るというシューティングゲームでは珍しい戦略性に富んだ作品なんだ。戦略性に富んだ作品？そう、基本は典型的なパターンゲームなんだけど、パーツの取り方やアーマーの内訳でプレイヤーそれぞれが独自の進め方を追求できる懐の深さを持っているんだ。ただ打つだけのシューティングゲームとは違う戦略を考えながら攻略していく奥深さがユーザーを引きつけたんだね。そうなんだ。この作品の戦略の面白さを少し紹介すると、 ASO では6ステージ ×2 の全12ステージで構成されていて、一般にシューティングゲームで全面クリアを目指すにはパワーアップしてボス戦に挑むというのが基本攻略方法なんだけど、この作品の場合は少し違うんだ。例えばボス戦ではあえてパワーアップ要素のアーマを利用しないで挑むようにして、逆に通常のステージでは機体にシールドを展開して攻撃を防ぐことができるシールドアーマーを貼り続けてクリアし、そしてシドの最終兵器であるサンダーアーマーはあえて封印し続け、最大の強敵である5面のボス戦でこの最終兵器を初めて使い一撃撃破するという攻略パターンが生み出されているんだ。最大の強敵を一撃で撃破するとは爽快なゲームですね。この作品では通常ステージでシールドを展開して攻撃を防ぎ、シドの最終兵器であるサンダーアーマーは最大の強敵に使うというのが基本戦略ですね。そう、この作品ではむやみにパワーポイントのゲットやアーマーを装着するのではなく、ステージ12面全体の戦略を考えながら8種類のアーマーの特徴を活かし、必要なタイミングで武器を使うなど、プレイヤーの試行錯誤の中から新しい戦略が次々と生み出され、当時ゲームセンターではこのような様々な戦略が一般プレイヤーの間で口コミで広がってゆき、さらにゲーム雑誌のゲーメストにもこの攻略方法が紹介されるなど、やがてプレイヤーたちは ASO の戦略性を徐々に理解し、その面白さに病みつきになり、この作品のロングヒットにつながっていくことになるんだ。二つ目の魅力の高い爽快感についてなんだけど、このゲームの時期であるシドははっきり言って弱いんだけど、アーマーを装着することで大きく性能が跳ね上がり、狙いを定めて一気に敵を殲滅するというカタルシスを得ることができるんだ。特に厄介なボスをも一撃で葬り去るという桁違いの威力と、全画面に広がるド派手なエフェクトを演出する最終兵器のサンダーアーマーは ASO の象徴と言われていて、この作品の爽快感を一層際立たせているよ。最大の強敵ギガビットは殿下のホイトルのサンダーアーマーで一撃で葬り去ることができるよ。そして最後の3つ目がブレのないコンセプト。この頃のシューティングゲームは有機的な世界観を押し出す作品が台頭し始め、この作品のような硬質な雰囲気を持ったゲームは減少傾向にあったんだ。確かに1985年のシューティングゲームにしては ASO は硬派な感じがする作品だよね。そう、もう時代遅れと思われていたゲーム性を良質なグラフィックや BGM や世界観、そして何よりもシステムの面白さと爽快感で勝負するというその潔い作風が多くのシューターに受け入れられたんだ。このゲームのヒットによって SNK は四面楚歌の状態から一命を取り留めることになり、後のこのメーカーの躍進につながっていくことになるんだ。まさに ASO の大ヒットが SNK のターニングポイントになった作品なんだね。そうなんだ。でもこの ASO のゲーム性の奥深さを体感するためには初心者には少し時間がかかるのも特徴でもあるんだよね。確かにパワーアップやアーマーの集め方などは独特の難しさがあるよね。まあそうだね。この作品が初心者にとっつきにくくしているのが、それはこの作品の激烈な難易度の高さなんだ。当時の SNK のゲームは全体的にその傾向が顕著だったんだけど、このゲームはひときわ難易度が高くて、面白さを体感できるまでには時間がかかる作品でもあるんだ。例えば売りのはずのアーマーシステムがこれまた厄介で、完成までに3つもパーツを取らないといけない上に、途中で違うアーマーのパーツを取ってしまうと集めていたパーツが全て消えてしまうため、あらー、初心者では
アーマーの入手自体が困難であり、パーツの配置をきちんと把握できていないと、アーマーシステムを楽しむことさえも、ままならなくなってしまうんだ。そして、ポイントという、いわゆるアイテムの種類が、多いのも、この作品の特色なんだけど、特に、パワーをダウンさせるアイテムもあるから、注意が必要なんだ。この作品は、パーツ集めの、戦略性の奥深さが、面白いけど、その魅力を知るためには、相当なやり込みが必要そうだね。初心者殺しと言われている、ASO の難易度。それに、アーケードゲームでは、初めてプレイするユーザーのために、第一ステージは、簡単にクリアできるように、設定するものなんだけど、しかし、この作品の場合、簡単なステージから始まるかと、思いきや、ところがどっこい。初心者が、一面をなんとかクリアして、最後にボスとのご対面では、強敵、ヘカテリアンの登場。へぇ、鬼のように強いですー。と、いきなり、第一ステージから、敷居の高い、ゲームバランスなんだよねー。一面で、強敵のボスが現れたら、泣きそうですねー。しかし、アイテムの取り方のパターンを、覚え、さらに、アーマーの集め方を知るようになると、今後の展開がぐっと楽になり、面白くなってくるんだ。そして、一度、その面白さに気づくと、他の作品では出会えない、この作品独特の、戦略性の奥深さに、取り憑かれるようになるんだよ。攻略方法を、知ってしまえば、面白いゲームなんだね。ASO の移植や続編について。ここで、傑作シューティングゲームである、ASO の移植や、続編について少し、ご紹介させていただきます。ASO は、家庭用ゲームのファミコンにも、移植されていて、アーケード版の登場から約1年後の、1986年9月に、発売されているよ。しかし、当時のごく一般的な、ファミコン移植レベルであり、アーケードのファンにとっては、正直満足のいく仕上がりではなかったんだ。イメージイラストや、ロゴなどは、完全にアーケードと同じだったから、ファンにとっては、雰囲気のみを感じられる作品となってしまい、家庭用ゲーム向けに、難易度は、かなり抑えられて入るんだけど、ボスキャラが、ファミコンの性能上アーケード版よりも、かなり小さいのもだったり、やはり、アーケード版のゲームバランスとは、ほど遠い作品になってしまったんだ。そして、アーケードゲームでは、同じ系譜を持つ作品として、1987年に、バミューダトライアングルがリリースされ、ASO の、続編として、1991年に、MVS から、ASO2 が稼働したんだけど、ユーザーからの評判は芳しくなかったんだ。バミューダトライアングルでは、劇の呼気として、ASO の劇である、シドが登場するほか、さらに、劇が行える攻撃の中で、ASO の象徴と、言われている、サンダーアーマー攻撃が使えるようになっているよ。続編である、ASO2 は、MVS の使用の都合で、アーケードの縦シューティングゲームにしては、珍しい、横長画面になってしまい、やはり根幹のゲームの出来そのものが、いまいちだったんだよね。結局、ASO は、グナディウスや、R タイプ、ナナイアスのように、シリーズ展開できるようには、ならなかったんだね。そうだね、一作限りの、傑作シューティングゲームになってしまったんだ。SNK の流れを作った、開発者たちの熱い思い。そして、ASO の成功により、現在に至るまでの、SNK 作品の流れが、大きく出来上がっていくことになるんだ。SNK ゲームタイトルも、大きな流れ？そう、当時の SNK は開発者の、人数が少なかったこともあって、ディレクターや、プランナーといったクリエイターたち、一人一人の、俺はこういうゲームが好きなんだ。という開発の方向性を、はっきり打ち出した作品が、増え始め、そして、SNK の開発方針は、大きく分けて、二つの流れができ始めるんだ。大きな、二つの流れ？そう、一つは、1985年に、リリースされた、怒りシリーズを代表とする、アクションゲームの流れと、もう一つは、ASO や、アテナといった、河野和人さんが携わった、RPG 的なストーリーを、持った作品の流れなんだ。そういえば、ASO も、アテナも、シューティングゲームだけど、どちらも、RPG の要素があるものね。その後の、SNK のアクションゲームの流れとしては、タンクをはじめとする、怒りや、怒号双剣、怒り3が制作され、全部で、4作がリリースされることになります。この2つの流れは、単なるゲームジャンルの違いを、示すものにとどまらず、SNK にとって、もっと大きなものになっていくんだ。大きなもの？そう、アクションゲームを追求したい開発スタッフたちは、アーケード部門へ、流れていくようになり、一方の、RPG を追求したいスタッフは、家庭用部門に繋がっていくんだ。そして、SNK を急速に成長させたのは、1990年代に、格ゲーブームに乗って、ガロー伝説や、サムライスピリッツ、そして、ザ・キング・オブ・ファイターシリーズなどを、リリースする、アーケードゲーム部門なんだ。ASO の成功は、後の、1990年代に、SNK の黄金時代を、築くことになる、重要なターニングポイントになった、ゲームタイトルなんだね。SNK の誕生。SNK は、人気シリーズが続々誕生し始めた。1985年頃から、
リリースされたゲームのコピーライトには、SNK という表記になってゆき、そして、1986年に、会社名を正式に、SNK に変更することになるんだ。SNK の誕生だね。ちなみに、この会社名は、設立時の、新日本企画という、会社名のローマ字表記である、新日本企画の、頭文字を取った、SNK の愛称が、正式名になりました。そして、SNK は、1980年代末に、アクションシューティングゲームの、ゲバラや、アテナの続編である、サイコソルジャー、シューティングゲームの、バミューダトライアングルをリリースし、1990年代に入ると、ハードでは、ロムカートリッジの交換だけで、基盤はそのまま流用できる、MVS や、自宅で、アーケードゲームがそのまま楽しめる、ネオジオを発売するなど、家庭用ゲーム市場にも、進出し、さらに、格ゲーブームの波に乗り、ガロー伝説や、サムライスピリッツ、ザ・キング・オブ・ファイターシリーズなどを、ヒットさせるなど、黄金時代を迎えることになるんだ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。